九州電力株式会社でグループにも社名に旧電がつく企業が多い。福岡市中央区渡辺通りにある本社ビルは地元では通称電気ビルと呼ばれている。旧電は原子力発電も手掛けている。佐賀県の玄海原子力発電所3号機でのプルサーマル計画に向けて2005年9月7日の経済産業省による原子炉設置変更許可。 2006年3月26日の佐賀県及び佐賀県玄海町の事前了解を経て2009年11月5日より日本初のプルサーマル利用を実施した合計191箇所1791万3 0 0 0ット1 4 3箇所約358万キロワット7箇所958万5 0 0 0ット関連会社運営2箇所414万 キロワット7箇所208,050キロワット関連会社運営火力発電所港発電所跡地の一部にはメガソーラー大牟発電所が建設されたまた大村発電所跡地には大村メガソーラー発電所が建設された内燃力発電所奈良お町を含む五島列島地域の内燃力発電所は2005年6月9日より 日本最長の電力改定ケーブル付設により本土供給電力に切り替わった。3カ所57万4千キロワット商法及び証券取引法上の関係会社以外も含む。以下の会社はまとめて、旧電グループと呼ばれ、電気事業関連を中心に数十社を数える。九州の国立大学と寄付講座を実施している。下記の大学と活動している。九州電力は、 九州エリアのほぼすべての民放に出資しているほか、ブロック番組を中心に、スポンサーとなってきた。下記に主なものを挙げる。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震に伴い、同年4月まですべての CM 放送を自粛し、AC ジャパンの CM に差し替えられていた。その後、翌5月以降順次再開されたが、7月に、 戦術のやらせメール問題が発覚し、再度 CM 放送が自粛されたため、2012年2月現在、提供クレジット表示を行わず、節電のお願いを伝える社国形式の CM 等を放送する形をとっている。その後、原発前停止の影響もあって赤字に転落したことから、番組提供をすべて取り留め必要な時に、スポットで CM を打つ方針に転換。 2012年3月をもってほぼすべての提供番組が打ち切られることになったが、2016年4月に新窓を開けて、九州のグループ単独提供で提供番組を復活した。ふとじは番組制作局あるいは制作幹事局。過去2012年3月終了を2012年3月、以前現在過去九州電力が出資する主な企業は以下の通り。ここでは、 放送事業者を記載する。九州電力の会長が、旧経連会長を務めるのが慣例となっており、初代会長の安川大五郎から、現在の七代目会長である松尾慎吾まで全て、九州電力会長が務めている。ありがとうございます。